みなさん、おこんにちは。今回はこいつビルスの付き人ウィスさんをね、 UR にやっとできます。やっぱ UR ってすげえ特別だよね。こいつこのままでも全然強いんだけど、 Z 覚醒したらね、もっと強くなります。それでは行きたいと思います。結構やっぱね、 UR にするためにはメダルが必要。50枚とか使うから、ね、すげえ一気に減った。行きましょう。ゴー。あ、スキップしちゃった。よーし。パラメータ強くね。今の状態で約 HP 8000、アタックの方が7000で、ディフェンスがもうちょっとで5000か。はい、ということで UR 組がですね、5体になりました。まああとね、1体 UR にすれば、もう傍若とかね、そろそろできるから。まだいるんだよね。ブロリーも UR になるからね。そしたら UR だけのパーティー組めると思います。第5回天下一武道会では UR パーティーでコテンパンにできるかなと思いますんで、めっちゃ楽しみ。来月がもう一度ね、ウィスさん、こちらの地属性のウィスの方をね、詳細の方をご説明させていただきたいと思います。リーダースキルの方が早知、体属性の HP とアタック 20% アップ。この3属性の HP とアタックをね、アップしてくれるっていう素晴らしいキャラクターです。そして必殺技、ここはすごい。超特大ダメージなのにもかかわらずアタックを低下させる、これ素晴らしくない？はい、そしてパッシブも素晴らしいんですよ。味方全員のアタックとディフェンスを 12% アップ。いやマジでいいでしょこいつ。はい、そしてね、神の次元ということで、こちらのリンクスキルアタック 15% アップもするんですよ。でビルス持ってるんだけど、まあ、Z 覚醒士の SSR、 連れてきたいんだけどね、本当相性がすごいいいから。あ、でもガシャで SSR のビルス入ったらもう確定なんだよ、こいつらのコンビは。ちょっと惜しいんだよね。で今度はこいつ力属性の SSR ビルス、こいつがねレアガシャで出ることを願ってます。はい、ということで今回はウィスこいつをですね UR に覚醒してきました。ちなみにみんなは自分のおすすめキャラとかいたらぜひね紹介してください。コメントでお待ちしてます。それではまた明日の動画で会おう。さよなら、バイ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 キン。